マムや。マムどうですか？一応入れる。お、マム来た。マム来た。マム来ちゃ。ちなみに DPS チェックがあるから。そうなんだよ。そろそろ。そろそろね、エグいだよね。機嫌がいいよね。でもない。機嫌が。ナイスナイスナイス。それでナイスすぎるんですよね。よかったよかった。そうなんだよ。機嫌損ねるとね。機嫌損ねちゃいけないんだ。そう、姫だから。お前は問題はってなったら帰っちゃうみたいな。ナイス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 、やったやったやった。おさん怒んないよ。あ、でも DPS チェックはこれで、うん、多分もう大丈夫そうですかね。ね、あ、そうなんだ。うんうんうん、機嫌損ねなかった。すごいね、じゃあ結構マソなんだね、この奥さんね。え、割と結構ね。ど、いやでもそうだ。どういうこと？みんながそう言ったんだもん。なんで？マゾ。だって DPS チェックはさ、あれでしょ、ダメージをいっぱい与えろってことでしょ。そう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 。ねえ、そりゃそういうことだよね。そういうことか。うん。ここまで詰まってる。言いそうになったんだけど、いやコラボらしいと。いいんですよ。全然いいんですよ。いやいやいや。だってマリちゃんも、え、これ言っていいのかな、マリちゃんもロベルさんもちゃんとお風呂入るみたいな。ロベル今もお風呂入んないみたいな。そんなさ、入んないけど排水パイプとかお風呂入るんだからってさ。しましたね。どうだよ、入りますよ。ねえ、めっちゃ長時間配信しててもちゃんとお風呂入るっていうのは、ちゃんとお風呂入るんですね。体力いるからね、お風呂入るの。しなっと言うよね、言うよね。なんで入るのかなって思って入る意味わかんないよ。ねえねえ、そうだよね。いや、アイジすごいな。自分がワイルズになろうとしてないとね。モンスター側に、モンスター側になるか、モンスター側になっちゃう。やだ、赤まみれモンスターとか叶えたくない。やだやだ、シオマット家族、やだよ、家族みたいな立ち位置。家族、シオマット、シオマット家族、やめようよ。バイハザクだ。あ、高圧洗浄ビーム。あ、綺麗になっちゃう。汚れ落ちそう。風呂入れって言われてるから。風呂入れ。今スパチャで風呂入れって言われた。スパチャで風呂入れ。スパチャで風呂入れ。スパチャで風呂入れって言われた。違うの。悲しすぎる。違う。あえて入ってないだけだって。そう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 、入ろうと思えばいつだって入れるし。そう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 、うん、あ、人やめてこそ、明日からやるの精神だからね。そう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 、人やめてこそ。人やめてこそない。そうそう、ま、本当に言うとさ、うん、髪長いとさ、乾かすのだるくてさ、よく乾かさないで寝ちゃうんだけど、で、朝起きてまだ濡れてるんだよ。嘘、うん、あの、結んだりしてるからまだ濡れてて、でまたお風呂入る気になんなくない？だってお風呂上がりたてまだ続いてんだぜってなるんだよ。しかもパジャマだし。なんかなんだろうな、入る気が起きないんだよな、そうなると。超理論すぎるよね、それ。起きてもまだ濡れてるわ、すごい。尋常じゃなく超理論がある。すごい。マジでドライヤーしてほしい。本当にめんどくさい。私ドライヤーめっちゃいいの買ったもんだから。めっちゃの風出るやつ。5万もした。ちょっと入んないんでしょ。え、でも分かるよ、そう、うん、ドライヤーあるかないかだけで入る意識変わるよね。いや、そこなんや。そう、そこ、そうだよ、ドライヤーさえなければお風呂なんて、いや、まあ、いくらでも入ってやる。分かる分かる、疲れるのは気持ちいいよ。そうよ、お風呂入った後に疲れんだよ。そうあ、そうなんやね。そう、あ、そっか、夏場とか最悪よな。ドライヤーだ、じゃあ乾かすっていうのがめんどくさいね、やっぱ。そう、ほんとそう、乾かしてやっと保湿してっていう。あー、なるほど。大変だな、確かに。でも人類なんかいろいろ自動化するのに、ドライヤー周りの自動化って全然ないよね。なんで、あ、確かに、マジ頭乾かすやつ、あ、でもなんかさ、おばあちゃんが言ってた銭湯になんかあったわ、頭乾かす、なんか、あれだけ、痛い、痛みそうでさ。あ、痛むかな、やったことないけど。なんかさ、お風呂入らないとか言ってなんやけど、髪の毛のトリートメントだけはめっちゃ頻繁にやってるんですよ。あの、髪の毛結構大事に
や、はいはい、めっちゃ説得力ないけど大事にしてわ、ま、かるよね、めっちゃ気持ちわかるよ、ま、そうね、ここまでの流れで聞いてるかもしれないけど、なるほどねそうそうそう、だからあの怖いですよね、そういうなんか自動のやつとか、あ、説得力皆無わかるね、わかる、ドライヤーも怖いもんね、普通のやつ使うのも、あ、そう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 、ドライヤーも結構怖くて、あれ、4D 使ってる？何使ってるの、ドライヤー、あ、私ダイソンのやつ使ってます、あー、ダイソンのやつか、うんうんうん、ダイソンのやつもいいよね、転ぶな、え、何使ってます、ドライヤー使ってる、 4D、 あー、めっちゃ高いやつじゃない、それ、あ、いいのはあんねや、ドライヤーの中でも、うんうん、なんか、ま、7分とかするドライヤーあるよね、7分くらいした多分で、だよね、それ、うわ、いいな、え、それいいっすか、めっちゃいい、え、買おうかな、それ、なんか乾燥しない、え、マジ、アイロンとかすると乾燥するじゃん、うんうん、わかる、なんかパサパサなるけど、うんうんうん、え、それ、マジで欲しい、髪濡れてるとか、でも、お風呂入んないんだよそう、お風呂入んないんだもんね、じゃあそれつけたら全部もうあれやね、もうお風呂入らんか、入った方がいいね、入った方がいい、禁止カード、全部が禁止カード、確かに何の説得力もお風呂入んないでしょ、誰かね、やっぱか自動化だよね、乾かす、ほんとそうだ、なるほどね、なんかでも何かありそうな、今日は入るよね、今日、まあ、昨日入ったっすよ、さすがに外行った日は入る、さすがにね、あー、そうだね、スタジオでみんなに会うときはさすがに入る今んとこライバーにひまちゃんっていい匂いだよねって言われてるから、それを守るために入る、あ、じゃあ全然全然、でも私も本当に勘違いしないでほしいのは、人に会うときは入る、本当にそれだけは、そうだよね、それだけは入るよ、それはそう、人としてそのあの迷惑だけはかけないようにしてる、低め合い低め合い笑ってる、低め合ってるんだよな、ワイルズなんて出たら大変なんじゃないですか、もう人辞めますよそうだよね、全然だもん、でも人で会大変だよね、絶対その時期というか、うん、そんなの人の形しててできねえよ、あんなのみんなそう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 、あ、ナイス、なんか倒してた、ナイスナイスだ、ナイス、